私は避けることのできないこの上もなくショックな結論に達してしまいました。エリート集団と彼らの経営する企業が実際に支配しているのはエネルギーや食料供給、教育、医療だけでなく生活すべての側面なのです。この支配は金融の支配によって行われます。価値を生み出すのではなく資金源を実際に支配するのです。お金を追っていくとピラミッドのようになっていることが分かりました。一番下は生活を日々営む一般の人々です。その上は政府です。力の独占を許されそれを使って有無を言わせず課税し支配します。政府を支配するのは誰でしょうか。次の階層は企業です。世界を現在支配しているのは国家ではなく企業だとよく言われこれを企業統治体と呼んでいます。世界の資源を獲得し市場を支配するために企業統治体は低金利の資金の利用を必要としています。大企業は大銀行で特別の金利で融資を得ることができます。つまり大手銀行を支配するお金持ちのエリートが最終的に企業を支配しているのです。お金の流れを追っていくとお金に関する今までの考えがほとんど間違っていることが分かりました。ごく日常のことには疑問を投げかけないのは面白いことです。例えば銀行に行って5万ドルとか5万ポンドのローンを申し込むと実際に何が起こるのでしょうか。ほとんどの人はぼんやりしたイメージを持って日々を過ごしています。実際には5万ポンドのローンを申し込むと銀行は5万ポンドと口座に書き込むだけなのです。コインやお札を作ったり貴金属を移動させたりするのではなくてコンピューター画面で口座に5万ポンドと入力するだけなのです。その瞬間から過去にも現在にも将来にも全く存在しないお金に利子を払い始めることになります。銀行は金庫室に保有しているお金の約9倍を貸し出しています。これが可能なのは部分準備制度があるからです。この制度では連邦準備銀行や国の中央銀行が銀行が保有する準備金の割合を決めることが法的に許可されています。米国では現在約 10% です。1万ドルを銀行に預けると銀行はその 10%、 1000ドルを取っておいて残りのお金を貸し出します。例えば別の人がその銀行を訪れ9000ドルの車のローンを申し込むと銀行はあなたの預金から9000ドルを貸し出します。もうなくなってしまいました。借り手は車の売り手にお金を払い売り手は同じ中央銀行制度内の別の銀行にそれを預け入れます。この9000ドルは新たな預金として扱われこの過程が繰り返されます。預け入れと貸し出しを繰り返して最初1万ドルの預金が10万ドルになりました。銀行はあなたのお金を貸し出して9万ドルを作り出したことになります。これは金で取引が行われていた17世紀の金細工師から始まったようです。金は携帯するには重いので実物は金庫室に保管しておきその受領書を取引していました。この受領書が最初の紙幣でした。一定の期間に金を引き出す人の数は限られているため金庫室の所有者現在の銀行は実際に持っている金より多い受領書を発行するようになりました。この受領書を貸し出して実際には持っていない金つまりは金に対して利子をかけたのです。これが部分準備制度の始まりです。この制度では人々がせっせと働いてお金を稼がなければならないのに銀行家は無価なお金を作り出すことができます。大衆が銀行に借金を返済するために働く現代版のノード制と言えるでしょう。部分準備制度では庶民は必然的に支配階級である金融エリートの借金奴隷となります。
これは金融エリートが庶民より賢いからではなく、大多数の人々を犠牲にし、自分に利益が入るように制度を不正に操作しているからです。キャサリン・オースティン・フィッツはこの問題の専門家です。ジョージ・ブッシュ政権下で住宅都市開発省次官補、クリントン政権下で顧問を務めました。モノポリーのゲームであなたがパークプレイスを買いたいとします。私はどんどんお金を印刷して自分のお金を増やし、あなたのお金の価値を下げます。あなたが一生懸命働いても、どんなに成功しても、私はタダであなたを買い取ることができるのです。普通の人がお金を印刷すると偽造と言われ、銀行がお金を作ると通貨供給量の増加と言われるのはなぜでしょうか？銀行はどうやってこの権力を得たのでしょうか？ここはジキル島。1910年、ロックフェラー家、ロスチャイルド家、モルガン家、その他の銀行家の代表者がここで秘密の会合を開き、連邦準備制度を設立する法案を起草しました。エド・グリフィンはジキル島で起こったことを本に書いています。中央銀行というものは、その国の政府と提携している金融カルテルであり、国の貨幣供給において独占的権力を与えられています。これは提携に対する見返りとして政治家から贈られたプレゼントと言っても良いでしょう。そのお返しとして銀行は与えられた法的権限を行使し、政府が必要とあれば無からお金を作り出すことを約束するのです。2008年から融資以来最大の偽札印刷が行われています。金融上の巧妙なごまかしによってコストと責任の所在が隠され、人々はその支払いに追われる借金奴隷となります。連邦準備制度が作られた1913年と同じ年に内国歳入庁も設立されたのは意義深いことだと思います。これによって所得税が創設され、人々は政治家の借金を利子付きで銀行に支払わなければならなくなりました。問題はアメリカの中央銀行制度は民間所有なのに政府が所有しているように見せかけていることです。ワシントン DC 地区の電話帳で連邦準備銀行を探そうとすると、青い政府機関のページに見つけることはできません。企業のページを見てみると、フェデックスのすぐ隣にあります。民間所有の中央銀行なのです。連邦準備銀行の議長とアメリカ合衆国大統領はどのような関係が適切ですか？まず第一に言えることは、連邦準備銀行は独立機関ですので、基本的に我々が行う措置を覆すことのできる政府機関というのは存在しないのです。民間銀行が財務省の代わりに貨幣を印刷しています。連邦準備銀行は不足を生み出す負債ベースのシステムで貨幣を印刷していますが、内部の一部の人間が大衆の知り得ない大量の経済データを入手できる立場にあります。経済の中の貨幣の動きに関するデータが理解できる少数の銀行家がいて、内部のものは守られるが、その他全員がお金を失っていくように貨幣を印刷することができるのです。現在の経済とは違い、健全な経済とは均衡を保ち、自由に流れ、全体が生き生きしているトーラスのようなものだとキャサリンは言っています。このシステムはとても力強くて最適化しようとしているのですが、真のところにサナダムシが絡まりついています。サナダムシが人間の体内で化学物質を放出すると、人間は自分にとっては良くないが、サナダムシにとっては良いものを無償に欲しくなります。全体を犠牲にして支配し、むさぼり食う寄生虫がいるわけです。この経済はサナダムシ経済です。金融エリートが私たちを食い物にしているのです。彼らは正体を暴かれることを嫌います。キャサリンが政府トップレベルの腐敗を暴露し始めると、 FBI がキャサリンの会社を強制捜査して資産を押収しました。キャサリンは裁判に10年間振り回され、結局無罪となりました。
連邦準備銀行は通貨発行を独占する民間企業ですが、説明責任はなく、力を独占する政府にバックアップされています。国は連邦準備制度が経済の安定に役立ち、政治的に中立を保つと思い込んでこれを受け入れました。しかし設立されてから1世紀近くの間、連邦準備制度は正反対のことをしてきました。連邦準備制度が実権を握って以来、人々はインフレに苦しめられ、ドルの購買力は 97% 以上低下しました。貧富の差を見れば、ごく少数がほとんどの富を持っていることは明らかです。連邦準備制度が権力を握ってからわずか16年で大恐慌が起こりました。調査したところ、エリート銀行家は1929年の大暴落の前に株式市場から資金を引き上げていました。大暴落の後、彼らはその資金を使って下落した株や破綻した小銀行を破格の安値で買い占めました。このようにして富を集めた銀行家にはロスチャイルド家、ロックフェラー家、モルガン家が含まれていました。2008年の金融破綻でも同じようなシナリオが展開され、同じ銀行家が利益を得ました。破綻前の数年間、バンクオブアメリカ、シティグループ、チェイスなどの大銀行とその支配者であるロスチャイルド家、ロックフェラー家、モルガン家はいずれは破綻すると分かっている不良債権を一括化し取引していました。腐ったオレンジを箱に入れて最高の等級として売るようなものです。不良債権を一括化した人々は自分で箱に詰めたのですから、誰かが箱を開けて中身に価値がないということに気づくのは時間の問題だということは認識していました。腐ったオレンジ、つまり不良債権や金融派生商品、クレジットデフォルトスワップなどがついにバレると、全ての人が影響を受けました。人々は家、仕事、事業、老後の貯蓄を失いました。その一方で、問題を引き起こした張本人である大銀行は救済されました。なぜでしょうか。大多数のアメリカ人は救済に反対だったのに、なぜ連邦準備制度は銀行に何兆ドルも投入したのでしょうか。なぜ助けが一番必要な人を助けずに金融破綻の犯人を助けるのでしょうか。調査したところ、連邦準備制度を作り出したロスチャイルド家、ロックフェラー家、モルガン家が未だに制度を支配していて、私たちを犠牲にして彼らは危機を脱したという考えに達しました。こうして作られた多くの銀行は今も連邦議会を動かす最も強力なロビー団体です。2008年に経済が破綻しそうになったのは、大銀行が富と権力を集めるために計画し実行した組織的な風説のルフによる株価操作が原因だと私は確信しています。デビッド・アイクが連邦準備制度による景気循環の操作について説明してくれます。第一段階は釣り糸を投げるのに似ています。この段階では大量の通貨を投げ込む、つまり売買単位を流通させるのです。どのようにするかというと、金利を下げてたくさん貸し付けるのです。これが循環の一過程である公共の段階です。数多くの売買単位が流通しているので、たくさん取引が行われ、経済活動が盛んになります。それによって雇用が創出されます。消費がどんどん増えるにつれて需要も増えます。そうすると企業は生産を増やそうとお金の借り入れを増やします。人々は日常生活に自信を持つようになります。私の勤める会社は受注が多くて景気がいい。私の仕事は安泰だ。よし、もっと大きい家を買おう。ここでやり方を変えるのです。釣り糸を手繰り寄せるのです。つまり金利を上げます。そうなると借り入れをする人は減ります。しかし銀行からの借り入れの基準は以前より厳しく設定されることになります。また金利が上がったので、その分人々の収入から金利に支払われるお金が増えることになり、物を買うお金の流通が減るということになるのです。突然以前のようにお金が流通しなくなるので、その結果として当然買う量が減ります。企業の利益は減り始めるので、企業は雇用の削減を始め、
倒産する企業が出てきます。失業者が増えて景気のいい時に借りた大きな家の住宅ローンが払えなくなります。銀行は釣り糸を巻き取っていきます。企業や個人が破産すると銀行は画面上の数字による貸付に対する担保として差し出された不動産、土地、資源などの実質資産を手に入れることになるのです。釣り糸を出す、引く、貨幣を大量流通させる、かき集めるという景気循環は何世紀も続いています。お金が盗まれて集められ、世界の実質資産が一握りの人の手に渡っているのです。国際レベルでは中央銀行が世界銀行と国際通貨基金を利用して借り入れ国の資源を搾取しながら稼ぎ、その過程で借り入れ国の経済を破綻させています。世界の中央銀行の中央銀行がロスチャイルドが創立した国際決済銀行です。エリートたちは人々の生存に必要なもののほぼ全てを支配する地盤を固めています。世界のどこに行ってもお金は銀行制度によって管理されています。人々が食べるか食べないか、誰が億万長者になって誰が1日1ドル以下で生活するか、銀行が決めるのです。貨幣を制する者は世界を制す、ですが貨幣を制する者はわずかです。この時点で私の世界観は覆っていました。多くの人々の挫折や苦しみが少数の人にとっては成功や満足となることに気づいて苦しみました。エリートの中央銀行家が世界を騙してお金を作る許可を得たのです。莫大な富をすでに持っている彼らの最終段階、究極の目的は何でしょうか。私は金融エリートの隠された目的は完全な世界支配であるという有力な証拠と、それを主張する信頼のおける専門家に何度も出会いました。最初は信じたくありませんでしたが、どんな事実が明らかになろうとも人類が力強く成長できない原因を見つけると決心していました。ある日の午前3時、私はある疑問に目を覚ましました。少数の人間が世界を支配したいとしたら何を支配する必要があるのか、私は飛び起きて書き出し始めました。何よりもまず金融を支配すること。金融を支配すれば他は全て管理できます。エネルギーの支配も必要です。大規模農業と世界貿易もすでに支配しています。世界の水の供給も買い占めています。医療も手に入れていて、自然治療を弾圧しようとしています。人々が入手する情報の種類やその反応も支配しなければなりません。アメリカでは現在最高の通信手段であるインターネットと草の根運動の管理や検閲は行われていませんが、その開放性はあらゆる方面から攻撃されています。政府、企業、国連はどれも支配権を握ろうとしています。完全な支配のためには反対意見の管理が必要です。人々の権利を奪い、一般市民を見張り、生活のあらゆる側面を監視しなければなりません。夜も明けてくる頃、私は権力を持ったエリートが世界支配の体制をほぼ整えているのだと確信し、独裁者が未来でなく今ここにいるという恐ろしい事実を認識しました。どうしたら出られるでしょうか。私はその実態を見極めるため、支配構造とその仕組みを知ることが必要だと思いました。比較的少数の家族、特にロスチャイルド、ロックフェラー、モルガン、カーネギー、そしてハリマン、シフ、ウォーバーグは何世代にもわたって西部の支配階級のエリートの先頭に立っています。
このような家系の全員が世界支配の計画を知っているとか計画に参加していると言っているわけではありませんが、このような王朝の当主が多くの人々の暮らしを破壊する陰謀を実行する企業利権や金融利権を支配していることは確実です。計画を秘密裏に推進している人々は多くの名前で知られています。流出した情報によれば、彼らは世界中で密室の会合を開き、計画について話し合います。そして時計のような正確さでその計画がメディア、金融、企業、政府、軍事の分野に登場し始めるのです。もちろんグループの全員が意思決定に参加しているわけではなく、知識と参加の程度を決める序列が存在します。支配エリートの主なシンボルの一つが全てを見通す目です。これは1ドル札。当初全情報認知と呼ばれたアメリカの大衆監視システム、イギリスの情報機関 MI5、 そしてロスチャイルド家によって全ての設計と資金提供が行われたイスラエルの最高裁判所総合ビルにも見られます。クフ王のピラミッドの壮大な姿と伝説の金属製の頂点を取り入れて、頂点に立つ者が下々の者全てを監視し支配することができるという意味にこじつけたのだと思います。これを利用した痛ましい例として反ユダヤ主義の推進があります。反ユダヤ主義者はこれをユダヤの陰謀と呼んで民族差別を続け、多くの人々の生活を脅かし命を奪いました。これは決してユダヤの陰謀ではありません。中央銀行家たちが第二次世界大戦で両方の陣営に資金を提供し、ユダヤ人に対するヒトラーの残虐行為に関連する企業に資金を提供したことも確認されています。一族が代々必要とする以上の富を持ち、貨幣を作り出す権力を持つこのような人々は富を最終目的としていないと思います。物欲を全て満たした人は何を欲しいと思うでしょうか。多くの人は権力、世界規模の権力を欲しがります。彼らは知的エリートとなり、自分たちの計画が他の誰よりも優れていると考え始めたのです。彼らは自由は危険だと考えています。大衆に自由を与えればどうなるか、どうせ賢い使い方をしないだろう。我々は一般大衆より賢いのだから、彼らのために支配してやろう。エリートが完全な世界支配を計画しているということに気づくと、彼らが大胆に公然とそれを語るのを耳にするようになりました。ただし新世界秩序という言葉を使って、成功した暁にはこの新世界秩序の大きな可能性が開けます。全く異なる新しい課題を持った新世界秩序です。可能ですよ。素晴らしい機会となります。世界の状況を考えると、新世界秩序はいい考えのようにも思えます。しかし一握りのエリートが単一世界の政府を動かす世界支配と世界が相互につながるということは同じことではありません。現実には世界の人々はつながりを持っていて、根本的なレベル、精神的なレベルにおいてもつながっているのです。しかし世界支配計画は実は正反対です。これはお互いに競争させる分割支配の戦略で、民主党と共和党、あるいはリベラル派と保守派が目指すものが最終的に同じなのに、どちらかが問題だと思わせるものです。世界はわずかなエリートが権力を独占し、全てのルールを作って支配する全体主義的な世界的権威というか軍事独裁に向かっているのです。これが成功すれば逃げ場がありません。考えてみてください。